10人十色と言うけれど、あっていいのか人生格差。女神のひいきはここまでか。学園一の才色兼備、秀麗小悪の美少年、二人に会えるはいつの日か。次回、二人の勇者は美男美女。お楽しみに。湯けむり劇場第2幕。ちとのぼせたの。